こんばんは。こんばんは。こんばんは。これはこれでいいでしょ、録画になって。なんとなく改め、ミリオンスマイルズでーす。よろしくお願いします。けん玉で遊ぼうの時はお世話になりました。本当にね、あの特にコスプレ軍団の皆さんにはね、あの本当ありがとうございました。本当にありがとうございます。本当助かりました。ね、もう歩いてる人たちがね、多分3、1、3、はい、悪いだと俺あ10人ぐらい見えますよね。そう、酔っ払ってるっていうのね。そうなのかな。大丈夫？そんな思いを込めながら、夜更けた街に一発目に歌いたいなと思います。これ会長が大好きです。気がしないですね。行きましょうか。I'm not afraid to die.
いただきました。ちょっと冷えます。飲んでますか皆さん。イエーイ。寒い人は日本酒ありますよ。日本酒ありますよ。俺が間違ってる。暑いんだけど俺。君だけ冬の時も違う。あーそうだね。タンクトップがねいつもね、僕ら革ジャンとか着て5枚ぐらい着てんのに君2枚ぐらいしか着てなくて湯気だった。どうしたんやこれ。病気ちゃうか。しかも2枚ぐらいつって薄いの2枚だったっていうね。みんながそう思うか。うん、そうか。やってみます。そんなそんな感じでね、ゆるーくやらさせていただいてます。まあ新曲でね、今年皆さんに非常に好評な曲を今から歌わさせていただこうかなと、思います。はい、ビールの歌を歌いたいなと。バーの居酒屋でもね、カフェでもね、ビール置いてくるから、どこでも流れてもいいような、そんな素敵な歌を今から歌いたいなと。本当に好きなんだなっていうような歌です。聴いてください。君が恋しくて。
君に惚れ惚れ、君じゃなきゃダメなんだよ。まずは席に着いたら、愛しいをセラブピエ。秋の一瞬にかける、当たって砕けてしまえばいいと力を与えてくる。 Every day Every night 眠れない日々はした。その悲しみも全て今飲み干しちゃおう。一日その終わりに、とりあえずセラブピエ。いつも君の後にラブビアと続けですね。完全アル中です。ねえ、好きなの。そういう曲歌ってたのに、ノリノリだったの子供だったってちょっとびっくりだけど、ね。子供ね。どうぞ。子供ね。子供です。子供店長。子供店長。大人みたいで子供です。子供です。はい、子供。あ、一人になっちゃった。次行こうか。違う。麦茶。じゃあ逃げたから、あえて言いますけど、これからね、暖かくなってくるじゃないですか。そうですね。ね。で、まあ夏に向けて。あれ戻った早かった。
今今大事なところを言おうとしてた瞬間に、ね、よかったら聞いててねねえ、あのまあ七夕の時は8月になるかと思うんですけども、そうですね、夏に向けてみんな計画を立てているでしょうか。お、早いんじゃないですか。でもないか、でもないかな。まあいろいろね、今までも結構いろいろあったと思うんですよ。どこどこ行ってなんか失敗したなとか、ね、あそこいいって言ってたのにそうでもなかったな、ね、ええ、おかずき意外と数が多くちょっと迷ったとか ね、そんな歌を今から歌いたいと思います。聞いてください、トラベルメーカー。ね、ポーズして、ありがとう。
撮る？ありがとう。どうでしたか？面白かった。リズムが好きなんだ。あ、なるほどね。ノリのいいの。じゃあ行きますか。ノリのいいやつですか。はい。そうですね。ちなみにガチに曲目前打ち合わせ一切なしですこの場で決めてます。分かった分かった、じゃあ変わった後え、マジかノリ関係なくねいやいやいや、緑テンポ一応ね、まあね、あと2曲で終わりです。そうです ね、うん、カウンタートーク3分で終わります一番調整のしやすい曲で、わかりやすいですね、はい。今日はトム・コリンズのね、カレーも食べれましたし、美味しかったね、はい。バーが目の前にありますから、バーの歌を歌います。そうですね、はい、カウンタートーク聴いてください。愛しのエリーをね、はい、コラボさせていただきました。逃げた、逃げた、逃げた、脱走、あれ脱走した
最後の曲歌うよ。最後の曲歌うよ。その前に、ですね、タカさんからいい話を。ライブ告知。そう、ライブ告知。とってもいい話を。5月2日ですね。はい。渋谷でですね、ライブすることが決まりまして、5月の2日、渋谷のラッシュというハウスでやらさせていただきますので、ぜひよろしくお願いします。それとですね、本日物販が一つありまして、この阿佐ヶ谷一番街をテーマにした、その名もズバリ阿佐ヶ谷一番街という曲をですね、これからちょっとミレオスマリズバージョンで歌いさせていただきますが、猫十字社さんの、ボーカル千秋さんと、うちらミレオスマイルズと3人で、作った楽曲になっております。よければこちら、500円で、1枚販売しておりますので、ぜひ、お買い求めいただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。何枚か売れてるんですけど、去年のちょうど1年前そうですね、に50枚限定で出したら1時間で完売したやつなんで、多分手に入れてない方も何人かいらっしゃるかと思いますので。そうですね、はい、終わった後でも全然いいんで、僕らに声かけてくださいって言っていただければ、その時とはジャケットが変わってますんで、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。これからも阿佐ヶ谷一番からね、盛り上げていきたいなと思います。はい、はい、では、最後の曲、皆さんで盛り上がって終わりたいなと思います。その名も阿佐ヶ谷一番街。いつも恋しい泣き声を変えてくれる、そんな店で飲ませていただいてのお店がさつまや、we'll be right back.
ましょう。いいね。今日はあの一番街の大人の会長、会長、会長、発売や、来ていただきましてありがとうございます。次回はあの8月の9日ですね、はい、七夕の日の日曜日に合わせてまたにぎにしくやりたいと思います。オッケー。まあ、あの一番街もファルセンターもさ、川端もいろんな店ありますので、皆さんよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。